こんにちは、黒缶バカのカキパラです。こんにちは、黒缶初心者の霊夢です。あ、ついに2号車の車検が通ったのね。おう、ひとまず山で走らせるには、まだまだ手を加えねばならないところが多いけど、ひとまず7日にでも乗り始めると思うぜ。とりあえず、邪魔な前後バンパーとサイドステップとマットフラップは撤去して、グリルはトヨタ、と表記されている BZJ70 の頃のものを取り付け、4区に入らないという致命的な欠陥だけなんとかして、黒缶デビューに備えようと思ってるぜ。4区に入らない原因は何だったのかしら？アクチュエーターとかは生きていたので、十中八九、トランスファーの方だろうな。これがパーツファンから拾ってきた画像だが、このダイヤフラムシリンダのうちのどこかが悪いんじゃないかな、と考えているぜ。まあ、丸ごとアッセンブリーで買ってくるか、中古のを外して悪い部品だけ交換して予備として取っておいてもどちらでもいいんだが。予備は持っているので短期間でなんとかなりそうだな。そういえば、14日に黒缶に行くとか言ってなかったかしら？ああ、正式な告知はまたさせてもらうけど、スポランに友人が集まるらしいな。それまでには間に合わせたいと思うぜ。まあ、どうせ詐欺ですっごいことになっているだろうから、ダイヤフラムが破れているか、シャフトが詐欺で固着してるかじゃないかな、と想像してるぜ。とりあえず2号車の様子はこんな感じだな。1号車はどんな感じなのかしら？そちらの進捗、というか改造内容は、ショート動画と動画リストを用意したので、そちらを確認してもらいたいと思いますだぜ。ああ、例の90ミリの短いシャックルを前後に入れたというやつね。動画の説明欄に再生リストの URL を貼り付けておきます。では、早速本編の内容を始めましょう。で、今回はどんなテーマの動画にするのかしら？前回の動画の最後でちょっと触れたが、ランクル70系のヤフオクについて雑談をしていきたいと思いますだぜ。ああ、そんなこと言ってたわね。何か面白い車があったのかしら？当初、目をつけていたのが、この PZJ77V、つまり直列5気筒、3.5 リッターノンターボディーゼルのセミロング車だぜ。へえ、マニアックな車じゃない。カピバラ道場。この車はあれよね。あなたの1号車と同じエンジンを積んだ、70の4枚ドアで、結構マニアが好むタイプの車よね。そうだ。3.5 リッターの直列5気筒ノンターボディーゼルは、1PZ 型エンジンと呼ばれていて、ランクルに乗るエンジンにしては比較的、軽量コンパクトということで、主に黒缶マニアから高い評価を受けているな。へぇ、このエンジンの欠点ってないのかしら？うむ、結構あるぜ。まず、OHC という構造なので10万キロごとにタイミングベルトの交換をしないといけないこと。まあ、これについてはタイミングベルトの交換に合わせてウォーターポンプも交換すればちょうどいいので、俺的には特に問題ないくらいに思っているかな。ちなみに、交換をサボるとこんなことになってしまうぜわらわら。ダメじゃない。この当時は、車のメンテをする時間が取れるような余裕が全くない時期だったからな。ちょっと部品がごちゃごちゃして見にくいかもしれないが、この当時、赤丸で囲ったウォーターインレットと呼ばれる鋳造製の部品にクラックが入って、盛大に水漏れを起こしたのが、この車を休止させた直接原因となったぜ。これがその現物だったぜ。大きなクラックが入っているのがわかるよな？はっきり見えるわね。まあ、話が脱線したので元に戻すが、10万キロくらい走ったらタイミングベルトの交換と一緒にテンションプーリーやその他もろもろの劣化した部品を交換する良い機会じゃね？くらいに思っているので。個人的には、OHC というエンジンの作りは、OHV などに対してもそれほど悪くないじゃない？くらいに思っているぜ。このエンジンのデメリットとしては、非力ってことの方が深刻だと思っている人は多いだろうな。この 1PZ エンジンは、3.5 リッターもの排気量があるにもかかわらず、115馬力しか出すことができないぜ。115馬力がどのくらいなのかピンとこないけど、具体的な例はないの？若い子は見たことないかもだが、1970年に登場した、トヨタのセリカが搭載していた 2TG 型エンジンがちょうど115馬力だな。え、結構スポーティな車が搭載してたのね。でも、この車は車両重量が1トンを切ってるんだぜ。え、そんなに軽かったの？ 1PZ を搭載した PZJ70 のショートは、いくらランクルにしては軽いと言っても 1.8 トン以上あったし。今回売り出されていた、4枚ドアのセミロングは2トン弱もの車両重量があったぜ。まあそうなるとだな。さらに20キロか30キロくらい重くなると言っても、135馬力を発揮する6気筒の 1HZ エンジンの方がよくね、となるのは自然の流れと言えるよな。実際、1HZ は名機だという評価が世間一般の常識になってるわよね。そうだな。今回、オークションに上がっていた PZJ77 も当時は、はっきり言って不人気車だったし、わずか数年でカタログから落ちることになったのだが、ターボ化した PZJ77 が多く登場したことで、後に評価は一変することになったぜ。メーカーにもよるのだが、135馬力の 1HZ エンジンの出力を大きく上回るターボも登場したことで非力だという評価はほとんど聞かなくなったんだよな。ちなみに、ターボ化された PZJ70 も結構多く、個人的にも 1PZ のターボ化は悪くないと考えているぜ。そういえばあなたはターボ化しようと思わなかったの？まあ、俺はいいかな。多少なりともエンストしやすくなるというデメリットもあるし、俺の走らせ方にはやや合わないと考えているんだよね。あら、そうなのね。でも、ターボ化されたディーゼルエンジンが嫌いってわけじゃないぜ。
現に、今は次男の所有物になっているこのオーストラリア帰りの80は、1HZ をターボ化しているし、それが面白かったから買ってきた個体だからな。これ、確かにオンロードはめちゃくちゃよく走れたわよね。出力はどのくらいあったのかしらね。よく知らないけど、160馬力は軽く出てただろうな。だから出品されていた、この PZJ77V も悪くない素材だと思っていたんだぜ。そう言われると、この145万という数字は悪くないのかもね。カピバラ道場。と、ここで悪い知らせがあります、だぜ。何が悪い知らせなの？この PZJ77V が、知らない間に落札されてたぜわらわら。まあ、欲しい人が落札したんだろうし、別にあなたが買おうと思っていたわけじゃないからいいじゃないのかしら？それはそうなんだけどな。せっかく、興味深いネタになる車があったので、この動画でいろいろ妄想をぶちまけようと思ってたんだけど、それができなくてちょっと残念かな、と。いいじゃないそのくらい。でも、その代わりと言っちゃなんだが、先の PZJ77V 以上に面白い車が登場してくれたぜ。なんだか、嫌な予感がするわね。それがこれ。70の消防車だー。え、マジで？消防車なんてオークションで売ってもいいものなの？そりゃ、いいだろ。税金で買った車を、より高く売ることができたらそりゃいいことだし。非常に程度の良い個体が多いので、それが海外に出ずに国内に回るのであれば、それもいいことだもんな。そうね。で、この車、走行距離が1万1000キロしか走ってないじゃない。しかも、現在11円とか、信じられない金額じゃない？まあ、程度の良い消防車は、すぐ高値がついてしまうけどな。ちなみに出品して6日後には、こんな感じで124万円まで値がつり上がっていたな。いや、でも、124万円でもまだまだ十分すぎるほど安いと思うわよ。まあ、そういう感想を持つのはやっぱり一部のマニアしかいないと思うんだよな。なんでよ？霊夢、よく考えてみろよな。普通の人が、こんな車を手に入れたとして、この車ですぐツーリングに行ったりだとか、買い物に行ったりだとか、通勤に使ったりはできないだろ？まあそうよね。だから、こういう車を買う人は、この車をバラして部品を役立てようだとか、後ろの仮想の部分を撤去して、キャンピングカーなどに転用しようとするか、いっそのことナンバーを切って、工場内などの私有地で消防車として活用するくらいにしか活用法がないんだよな。買った後になって、大掛かりな改造などが必要な場合がほとんどってわけなのね。そうだな。だが、部品として見ていたり、ベース車両として見ることができる人なら、一度は絶対興味がそそられると思う車であると思うぜ。例えばどんな感じに？こちらは出品されている7号消防車のエンジンルームを情報から見た画像なんだがな。一般的な、1HZ 搭載のランクル70と比べて、面白い相違があることがこの画像だけでわかるんだよな。言っている意味がよくわからないわよ。お前も俺の横で結構、多くの 1HZ 搭載車を見てるだろう？気がついたことがあれば列挙してみろよ。カピバラ道場。あなたが持ってる 1HZ 搭載車の画像か動画はないの？仕方のないやつだな、ほんじゃあこれでどうだ？右側があなたの2号車のエンジンルームね。さっぱり違いがわからなくてよ。仕方のないやつだな。ではこれでどうだ？よくわからないわね。では、あなたが思う違いってのを教えて。もうちょっと画質が良かったらいいんだけど、各部を拡大して説明していくぜ。まず特徴的なのは、このバッテリーだな。メーカーはよくわからないけど、密閉型で、かなり大きいサイズのものが載せられているぜ。あなたの車の場合はどうだったかしら？左右でバッテリーのサイズやメーカーが違うのはご愛嬌だが。まあ、85サイズとか、大きくても95サイズくらいに留めているぜ。1号車の方は、フロントに重いウインチを乗せたタイミングくらいで、55サイズなどの小さいバッテリーを乗せるようにしたけど。消防車ということで電装品を多く使う必要があったのかもしれないので、まあ、これはこれでよくわかる選択かなと。バッテリーなんて、数年でダメになる消耗品だから、気に入らなければ次の交換で買えればいいですしね。そうだな。次に気がついたのが、燃料フィルターだな。消防車ってことなんで寒冷地仕様のフュエルフィルターがついているかと思っていたら、意外と普通のタイプだったぜ。どんな違いがあったっけ？この黄色の線で囲った部分が、フュエルヒーターだな。この部品があるものが寒冷地仕様で、普通のタイプにこのコブみたいな部品はついてないぜ。このシンプルな方が消防車にも付けられていたってことなのね。そういうことだ。次に気になったのが、この辺の部品だな。そう言われてもわからないわよ。こうしてみたら多少はわかりやすいかな？まず、消防車のエンジンのヘッドカバーには何やら赤い文字が書かれているぜ。普通の車の方には何も書かれてないわね。確かに書かれてないよな。
噂によるとだな、ここには消防車用エンジンみたいな表記がされているのではってことだぜ。まあ、でもそれはありえそうな変更よね。って、ちょっと待って。もしかして、この HZJ75 には、普通の 1HZ とは違う仕様のエンジンが乗っているということなの？お、察しがいいな。今、黄色の線で囲っている部分は、ヘッドだけでなくグロープラグや噴射ノズルなんかも映っているんだが、それらの形状も明らかにおかしいんだよね。どんな違いがあるのかしら？これはあくまでも噂なんだがな。消防車用のエンジンは、一般のものと燃料噴射ポンプそのものか、セッティングが大きく違うらしいぜ。そうなの？ああ、消防車ってのは停車した状態で放水ポンプを長時間稼働させないといけないため、熱対策などがされていて、噴射ポンプが普通の車とは違うため、消防車の噴射ポンプを持ってきてつけたら異様に吹き上がりが悪くなるだとか、消防車用エンジンをそのまま他のランクルに乗せてみたら、エンジンの吹き上がりが悪くなってなんだこやってことになった例がどうやらあるらしいな。え、それダメじゃない？まあ、あくまでも噂レベルの話だけどな。次に、これが最も大きな違いなんだろうが、クーラーがないな。え、クーラーがついてないの？ああ、本来はここにあるはずの、エアコンのコンプレッサーがないな。俺は消防車のことについて詳しくないのではっきりとしたことはわからないんだが、もしかして、世の中の消防車って全部、エアコンレスなの？ってね。そうしてみると、案外、この車ってベース車両として考えても、割と価値が低いんじゃないのかしらね。急に154万円ってのが高く感じてきたかな？うん、でも、走行距離1万1500キロなんで、程度自体は悪くないわよね。うん、それについてもちょっと気になることがあってだな。さっき、消防車は停車していて放水ポンプをぶん回し続けることが多いって話をちょっとだけしたけど、走行距離以上にエンジンは傷んでいる可能性もある、ってことなんだよな。そういえば、土木作業用の重機なんかは、アワーメーターってエンジンの稼働時間を記録するメーターがついていたりするわよね。それらも、考え方としては消防車と同じなのかしらね。まあ、そういうことだな。そういうわけで、消防車を入手したとしても、意外と改造しにくかったり、見た目以上に中身は傷んでいる可能性もあるので注意が必要ってことだな。わかったわ。まだ少し時間があるけど、今度はどの車を見てみる？うん、そうだな。結構以前から出品されている車で、個人的にちょっと気になっている車があるのでそれについてちょっと見てみようと思うぜ。どの車かしら？これだな。おお、いかにも黒缶やってましたって感じの車ね。この車を選んだ理由は何？まず平成10年式ということ。これはつい最近入手した俺の2号車と同じ年式だぜ。あ、同じ年式なのね。次に走行距離の短さだな。カピバラ道場。走行距離は、え、16万キロしか乗ってないの？あなたの2号車はどれくらい乗ってたかしら？32万8千キロだったな。結構行ってたわね。これからいろいろと手を入れてみないとわからないけど、走ってみた感じでは程度はかなり良いぜ。それは良かったわね。で、この車についてだが、あらかじめ言わせておいてもらうんだが、出品先のショップや元オーナーさんとかとは、全く利害関係とかないぜ。実はステルスマーケティングでした、なんてことが判明したら、ただでさえ悪いあなたの評判がさらに悪くなるわよね。ただでさえ悪いとか言うな。まあ、利害関係とかないから好き勝手なことを言うが、そこは了承願いますだぜ。わかったわ。まず、書かれてある説明を見ると、この車は KCHZJ73V だってことがわかるな。KC ってなんだっけ？平成6年排ガス規制適合車のことだな。あ、そうか。これはまた違う平成10年式の HZJ73V のエンジンルーム内部の画像だが、俺としては 70K を買うなら、この KC までと勝手に思ってるぜ。なんでよ？まあ、99年以降の 12V 仕様になった70でも悪くないんだけどな。一番の理由が 24V の方が電動ウインチを使う際に強力な牽引力が得られるということ。次の理由が、EGR がついてないから、ってことがあるかな？ EGR ってなんだっけ？エグゾーストガスリサーキュレーションの略で、排気再循環装置のことを言うぜ。排気再循環って何？排気ガスの一部を再び、吸気とともにシリンダーに取り入れる技術のことを言うぜ。霊夢にわかるように超簡単に言うとだな。これをつけると排ガスがちょっと綺麗になるんだよ。カピバラ道場。本題から離れてしまうので EGR についての解説はこの程度でやめておくけど、吸気のインテークマニホールドにこのような可動部があるとだな。車を運転席側に大きく傾けた際に、ここにエンジンオイルが大量に流れ込んでしまう可能性がある、と思っているので、復旧がちょっと面倒になるなぁと思ってるんだよな。あなたみたいに、バカみたいにキャンバーを攻めたりしないなら問題ないじゃない？まあそうだな。話が脱線したので元に戻すが、そんな感じで KC の頃までは同じ 1HZ でもかなりシンプルな作りとなっているので個人的には好みかな、と。あくまでもあなた自身の好みってことね。そうだ。次に思うのが、屋根はないけど、ベース車両は FRP トップのミドルだってことかな。あなたはショートの方が好きなのよね。
狭いところでより小回りが利くってことは、それだけで大きな武器になるからな。あなたみたいに、同じところをぐるぐる走り回る系の人には確かにその方がいいかもしれないわね。まあ、そうだな。次に目に入るのが、前後エアロッカーって言葉とダウンギアって言葉だな。エアロッカーって、デフロックのことよね？すごくない？すごいかどうかわからないけど、ひとまず、前後デフロックがついているな。次にダウンギアって表記だが、普通に考えると、トランスファーのローギアを3倍か4倍に落としていると思われるのだが。ないとは思うけど、前後のデフのギアを 4.1 から 4.556 や 4.8 などに落としている可能性もある。え、そんな改造、聞いたことないわよ。最近みたいにトランスファーのギア比を落とすキットが販売されるようになってからは滅多に聞かないけどな。俺がまだ若かった頃の定番の改造が、ローレンジを 2.295 に変えて、前後のデフを 4.556 に変える改造だったぜ。現に、俺の知り合いなんかでも、今俺が乗っている2号機とほぼ同じ車をベース車両にして、34インチのスワンパー履いて、前後リーフをよく動くキープスの板に変えて、クローリングマシンだみたいにして乗り回していたこともあったかな。あなたも34インチのスワンパーを履いてたじゃない？ああ、でも俺の車はトルクが細い 1PZ だし、ギア比が高い R151F ミッションだし、デフには手を入れてなかったからな。クローリングマシンには程遠い仕様だぜ。まあ、そうなのね。話はこの車に戻すが、仮にデフを 4.556 や 4.8 などに落としていると、耐久性に疑問符がつくぜ。理由は簡単で、減速比を落とせば落とすほど、ギアの刃の厚みが薄くなるので、その分、耐久性が落ちると一般的に言われているからだ。この車がそうであるってことではないのだが、一応、出品者にこのことは確認しておいた方がいいだろうな。今時、そんな改造をする人っているのかしら？それがよくわからないな。俺はこの車のようなロッククローラーみたいな改造はしないし興味もないので、そういう車がどういった改造をするのかとか、する傾向があるのかまでは知らないんだよな。で、次が個人的には一番気になることなんだがな。この車はオートマ車ってことなんだよな。あ、あなたは強烈なマニュアルトランスミッション信者ですものね。まあ、俺なら予備の H55F を取り付けてマニュアル化して遊ぶとは思うけどな。マニュアル化は当然、それだけでは終わらないので、どうせなら MT 車であって欲しかったってところかな。オートマだからいいって人も多いと思うわよ。見るからにロッククローラーだからな。マニュアルよりオートマの方がいいっていうロッククローラーも多いことだし、この点は良しとして次に進んでみようかな。時間も押してきたので、ここからは駆け足で行くぜ。まず、フロントには8000ポンドか1万ポンドのウインチが乗ってるぜ。リアも同様のウインチが乗り、燃料タンクは写真の上に搭載され、こんな感じでがっちりとしたロールケージで囲われているな。随分、ごついわよね。一見するとやりすぎにも見えるんだけど、パイプは比較的細いものを使っているので、軽量化は一応、考えてるのかな？軽量化を考えてない車ってあるの？あるぜ。ロールケージの点数を増やしすぎたために重心が高くなりすぎて転倒しやすくなるケースがそれだな。個人的には燃料タンクを持ち上げるのも、重心が上がるので嫌ってるんだが。そういうのは走るコースなどに合わせればいいので次に行くぜ。リアのショックの取り付けを大きく持ち上げ、長いショックを取り付けれるようにしているな。その分、荷台がかなり持ち上がってるので、ここに物を乗せるのはかなり絶望的かな、と。あの、出っ張りな何かしらね？多分、エアロッカーのコンプレッサーでも入ってるんじゃね？またこの画像に戻すが、中央に映っているのはバッテリーだな。重いバッテリーを荷台に移すのは定番改造だな。左には持ち上げてマウントされた燃料タンクもあるな。排気管はこんな感じでかなり上から飛び出してるな。アンダーガードはこんな感じだ。これも純正をベースにかなり手が加えられているな。車高はかなり上げられているので特にフロントのプロペラシャフトの角度が大きくなってるが、ダブルカルダンジョイントなどに変えられている様子はない。リーフはキープスラントのアクティブサスかな？こちらはフロントサスだが、これもおそらくキープスのアクティブサス。Uボルトが逆付けされているので、スプリングシートがホーシングに乗っているぜ。となると、ショックの取り付け位置もホーシング側に変えねばならないので。写真では残ってないが、おそらくショックの上側の取り付け位置もかなり持ち上げられていると思われるぜ。あと、ステアリング系のロッドやステアリングダンパーなどは純正のまま使われているかな。最近、この手の車ではエンジンマウントを低くして、重心を下げる改造なんかも見かけるが、この車ではどうやらその様子はないかな。あと、デフにはガードが付けられているな。で、興味深いのはリアホーシングを後ろから見た画像なんだが、霊夢はこの車の弱点を見つけることはできるかな？え、弱点って？なんか、いつも見る車と違ってごちゃごちゃしているからよくわからないわ。まず、俺が気がついたのはこれだな。え、この線みたいなものは何？サイドブレーキのワイヤーだな。俺の車もここは無改造なので同じようにワイヤーが残っているんだけど、ここまで改造している車の中には、このワイヤーが地形と引っかかってブレーキがかかるのを嫌がって、場所を高く移動させてる人もいるので、ちょっと意外だったかな、と。まあ、これは弱点とまではいかないので次に行くぜ。次に気になったのが、これだな。普通に見えるわよ。ああ、普通のドラムブレーキだな。
ここがドラムブレーキだってことは、この車は ZX グレードじゃなかったってことになると思われるぜ。ZX グレードはどんなブレーキがついてたかしら？こんな感じのディスクインドラムって形式のブレーキだな。ディスクブレーキとドラムブレーキが両方ついているのね。ああ、内側に小さなドラムブレーキがあって、その外にディスクブレーキという構造になっているな。で、ここまで見て、おじさんちょっと気がついてしまったぜ。純正のデフロックではなく、エアロッカーという後付けのデフロックが付けられていたこと。AT であったこと、内装はかなり綺麗だったこと。最初のオーナーは走りをメインにした人ではなかったと思われる点などから考えて。この車はもともとファミリーカーで、後のオーナーがロッククローラーとして大改造したんじゃないか、と思うようになったんだよな。そう思う、一番の理由はこれだぜ。いやですね。がっちりとガードされているけど、これがどうしたのかしら？霊夢にはまだわからないか。これが純正のデフロックがついている俺の車のデフだぜ。何か気がつかないか？そうねー、なんだか嫌にのっぺりとしているわね。うむ、答えを言ってしまうかな。出品されている車のリアデフには、こんな感じで多くのボルトが見えるんだよ。あ、そうか。そういえばさっきの車は何もなかったわよね。そうだ。つまり、この車はランクル最大の弱点とされるセミフロートアクスルを持つランクルってことが言えるんだよ。セミフロートアクスルって、あのドライブシャフトが折れたら、ブレーキごとタイヤが脱落してしまうっていうあれね。そう、あれだ。まあ、俺の場合、デフロックがない車という時点でまずセミフロかフルフロかを調べるんだが。セミフロートアクスルの場合、ドライブシャフトを強化品を入れても心配は残るので、ああ、残念と思うんだよな。ちなみに、俺の先輩に当たる人が、昔 DJ74V に乗っていて、同じようにリアにエアロッカーを入れて走ってたんだが、ある日、転倒した弾みでリアのドライブシャフトが折れて、そのまま坂の下までノーブレーキで滑り落ちてきたことがあったぜ。その時はたまたま俺がリア用の LSD 付きのフルフロートアクスルの予備を持っていたのでそれにエアロッカーをつけて組み直したけど。この車の場合、Uボルトの逆付け、ショックマウントの溶接。それ以外にもトルクロッドらしきものが取り付けられていたりするので。改造は結構、手がかかると思われるな。総評として、俺としては278万円でこの車を買うことはないかな、と思うな。ただ、その他の改造も散々やっているし、ベース車両としてこれから手を加えていきたいだとか、街乗りだけとか、見た目で威圧して走りたいって方には向くんじゃないかなと思っているぜ。確かに、ここまで改造するのって278万円じゃ難しいかもしれないですものね。まあ、俺にはこの足回り純正そのままの HZJ70 あるからな。また、初心者の頃に戻って、車両感覚を磨くことから始めてみようかなと思っているぜ。そういえばあなた、シレットバンパーとウィンチを外しているじゃない。動画の作成に1週間かかったから仕方ないよね。とりあえず使い物にならない PTO ウィンチとバンパーを外して、フロントグリルを1号車で最初から付けていたものを取り付けたぜ。ナンバーの位置も当時のままだな。ちなみに、四駆にならないという症状の原因もわかったぜ。当初は、映っているアクチュエーターや室内のスイッチが壊れていないので、トランスファー側が原因だと思ってたんだが、実際は、アクチュエーターからダイヤフラムに伸びる交換が錆びて折れていたので、負圧がトランスファーに伝わらなかったのが四駆にならない原因だったぜ。余っていたゴムホースを切って繋いだら、ひとまず四駆にはなったので、このまま走りに行こうと思っているぜ。意外と簡単な理由だったのね。往々にしてこんなもんさ。ひとまず今回は以上だな。ちなみにこの画像は14日の復活祭にも来られる予定の某愛兄弟さんだぜ。これは40のクラッチを交換してた時の画像だぜ。では、今日はこれで終わりましょう。せーの。また見てね。